ジジエニーです。思いつきで何でもやっちゃう男です。いらっしゃいませ。お買い上げありがとうございました。いただきます。今夜はオールナイトです。旬のそっくりさんが一番怖いものって何でしょう。親はいくつに。私と遊びましょう。共通点クイズ第一問。DDX トン。アスマは同じ満足度レベルである。答えは、はいでした。共通点クイズ第二問。セーレンとセリヌスは親友である。答えは、いいえでした。共通点クイズ最終問題。セラ、トニアダヨはマンションでお隣さんである。答えは、はいでした。おめでとうございます。ひと。いただきます。KDAWN です。思いつきで何でもやっちゃおうといただきます。新しい服が欲しいです。いらっしゃいませ。お買い上げ、ありがとうございました。イエスロブレです。思いつきで、なんでいただきます。新しいインテリアが欲しいです。リリンスキーです。思いつきで何でもいただきます。せっかくだから遊びません。超アップクイズ第一問。これは何でしょう？答えは、ガムでした。答えは、ガムでした。超アップクイズ第二問。これは何でしょう？答えは、親子丼でした。超アップクイズ最終問題。これは何でしょう？答えは、牛丼でし。答えは、牛丼でし。おめでとうございます。ひと。お疲れ様です。
精錬です。思いつきで、いただきます。セリヌスです。いただきます。お礼にこれは。WF ソグです。いただきます。疲れてるの。あ、またあの夢か。ちょっと見えちゃってるよ。